九州取水ダムは、新潟県十日町市、一級河川、品野川本流中流部に建設された重力式コンクリートダムである。東日本旅客鉄道エネルギー管理センターが管理する企業主有ダム。高さ16.4メートルの重力式コンクリートダムで、河川法で規定されるダムとしては、品野川本川に建設された唯一の存在である。 水力発電を目的としており、下流の千住、オジア、新オジアの3発電所において、合計約45万キロワットの発電を行い、首都圏の大動脈である山手線、中央線などの運転に必要な電力の約23%を生み出している。ダムによって形成された人造庫には名称が付けられていない。2008年9月に発覚した不正取水問題によって、 国土交通省から水利券取り消しの行政処分が下され、2010年まで利用不能となった。大正時代、日本の鉄道網が次第に延伸していくにつれて、電車の動力源である電力確保の必要性に迫られた鉄道省は、首都圏に付設した鉄道網への安定した電力供給を図るべく、水量の豊富な品濃川水系に水力発電所を計画し、 電力需要を確保して、さらなる路線整備を目指した。1920年、宮中取水ダムは下流に建設した、千住発電所の取水ダムとして、日本一の大河、品野川本川に建設を開始し、1938年に落成するまで18年の歳月がかかった。これらダム及び西大滝ダムの完成により、上流の千曲川流域への鮭の訴状は、 激減してゆく。2009年3月に、水利券の取り消しにより、全問が開かれ、70年ぶりに、品濃川が、元通りの水量に復活、ダムの上流に遡上する酒あゆが、大幅に増加した。宮中取水ダム砂岩より取り入れられた水は、浅川ら調整地を経由し、まず戦術発電所で発電に利用される。その水は、下流の山本調整地を経由し、 1951年完成の小じ谷発電所でも発電される。同地点には1990年に新小じ谷発電所が完成し、新たに新山本調整地が設けられた。新小じ谷発電所から放流された水を逆調整するため、JR 東日本は長岡市に建設省が1990年に完成させた妙建石を利用し、 国土交通省と美容県関を共同管理している。宮中取水ダムから取水された品の川の水により、千住、おじや、新おじやの3発電所合計で認可出力44万9 0 0 0ットの発電を行い、北陸地方でも屈指の発電量を誇る水力発電所となっている。この3発電所は総称して品野川発電所と呼ばれている。なお 九州取水ダムよりすぐ上流にも同名の品野川発電所が存在しているが、これは東京電力が建設した水力発電所である。JR 東日本は電車に使用する年間発電量の58%を自家発電で賄っているが、その40%に当たる14.4億キロワットアワー年はこの3発電所によるものである。 信濃川で発電された電力は送電線、変電所を経由し、山手線、中央線、京浜東北線など首都圏における通用交通機関を支えている。国土交通省北陸地方整備局は2008年9月5日、JR 東日本の発電出水量に不正行為があったため、再発防止策の徹底を求めたが、超過出水量が極めて大きいことや、 国交省が2007年に調査した際に JR 東日本は適正に行っていると回答していた点が重大な虚偽であったことを重く見て2009年3月10日に推理券の取り消し処分を言い渡した。2010年には取り消し前の水量を遵守することを前提に取水禁止が解除されている。ありがとうございます。